ギャップがあるとき、ギャップって一歩間違えたらキモいとか、うんうん、え、こんな人だったのって、うん、引く方に行くじゃん、はい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 、何いいギャップって、まあ、例えばあやたちの江戸川女たちは、うん、どういうギャップにやられるかって、うん、なんかいかついのに、うん、フルーツ好きとか、あそういう可愛いギャップ、なるほどね、そう大きなギャップじゃなくて、うん、犬好きとか、うん、そういうのがすごいギャップで、うわいいみたいな、動物好きとか、うわこれね俺身近で感じてたわ、そういえばでしょ、ジュキア、あいつはすっごいスイーツとか好きなの、うんうんうん、でもう本当に性格は女子なの、うん、全然カラオケで酒なしで楽しめるタイプだし、うんうん、それでやっぱジュキアって意外と可愛いねとか、うん、酒がちょっと潰れてニャンニャンになってるのが可愛いとか、うんうん、なってるわ、でしょ、そういうギャップか、そうだから甘いものが好きとか、はいはい、女子って甘いものが好きだから、うん、あやはね特に、うん、だから一緒に甘いもの食べれるとか、なんかあやよりも好きな感じ、あでもスイーツがあやより詳しいとか、そうそう詳しいっていうか、うん、いっぱい食べれるとか、うんうん、動物とか子供が好きとか、うん、そういうギャップ、なるほどね、うん、でもさそのギャップってさ作れるよね、正直言うと、まあ、作れるっちゃ作れる、そのモテ好きな子のためにスイーツとかめっちゃ調べて、うん、ここ行こうとか、うんうん、すごい知ってるとかも、うん、できるギャップだよねそれは、まあ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 、俺だってナルトワンピース好き、ウイレ好き、 YouTube でサッカー見てる、ギャップゼロやん最悪最悪じゃん、うんうん、でも犬と子供めっちゃ好きだけどさ、別にそれもギャップじゃないじゃん俺、うんうん、なんかギャップがないんだよね、だからそれで英語めっちゃペラペラとか、ちょっと待って、そういうギャップ、むずいってめっちゃ勉強しなきゃいけないじゃん何その英語ペラペラきついって、えみたいな、うん、そんなことできんのみたいな、例えば なんだろう、海外の人が道に迷ってる時に Hello? ね、なんか英語留学行ってたから、うん、結構喋れるんだよねとか、はい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 、あのその無理なこと言わないで、その留学行ってたから言ってないんだよじゃあ俺を見てもう全て知ってるじゃん、うん、の上で俺がこれできてたらかっこいいなっていう、あ料理めっちゃうまいとか、なるほど、料理、料理はめっちゃギャップかも、料理できそうみたいな人って男で基本いないもん、いないけど、なんか料理するんだよねって言って、みたいな、うん、え、どんなん作るの、なんか写真とか見せて、はい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 、そういうのって言って、うん、すごかったら、うん、すごーってなる、え、食べてみたいな、今度家行かせてよとかなんじゃん、でしょ、俺ちょっと見つけちゃった、これじゃないこれじゃないこれだよ、これだよね、これだよね、完全にこれ、完全にこれだよね、完全にこれこれだよね、料理教室だ、うん、で、料理教室とかも通ってたとか言えば、え、怖いみたいな、料理教室までみたいな、で、なんかこの間お母さんとかに教えてもらってみたいな、うん、なんかお母さんに作なんかこれうちの中町家の代々伝わってるやつなんだけど、うん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 、え、マジで美味しいから、ほんと食べてほしいみたいな、ほんと今度料理するから本当に食べに来て、うん、言って、確かにでしょ、料理は確かに、でしょ、で、お皿とかもさ、すごいちょっとおしゃれなね、ちょっとおしゃれなのして、うんうんうん、それめっちゃいいやん、違う、でしょ、ありがとうね、うん、料理教室通えば、ほんとに通っちゃおうか、うん、じゃあ一旦一旦いるんだろうか料理教室開いてる人でも聞いたことない、正直料理教室通ってる男聞いたことない、女子でもいる、周りいない、あやのお母さんぐらい、そうだね、てかお母さん料理教室通ってるのやばいなのに料理変わってない実家で出てくる料理何も変わってないよどこで作ってんの